グアルディオラ監督が名指しで大絶賛、遠藤は質高すぎる。グアルディオラ監督の試合後会見にて、前半はチャンスもいくつかあったが、前半以降は難しく厳しい試合だった。リバプールにはマクアリスターと遠藤というとても質の高いパスをつなげる選手がいて、全くボールを失わないし、とてもダイレクトでトランジションに優れていた。グアルディオラに称賛されるのはさすがにヤバすぎる。クロップに称賛されるのはわかるんだけど、適当に名前出されるのはなんとも誇らしい。あのパスサッカーのペップにパスの技術を褒められるのは単純にすごい、パスは課題とか言われてたのに。遠藤はデュエルが強いというのは知ってたけど、あんなにパスうまいと思わなかった。遠藤一番落ち着いてプレイして見えたんだけど、まだ成長しまくってる？パスの質が高い上にプレス強度高すぎて、リバプールの中盤守備を一人でこなせる最強選手なんよ。名将ペップと世界最高選手デブライネの中を引き裂いた遠藤航。こんな偉業を成し遂げてるのに日本人の認知度が低いの、マジで納得いかん。ロドリとの無敗対決は決着つかなかったか。